내려서 切り込むか。 どうする？ 焦らず戦おう。 そうさ、行けますよ。 うん、行けます。 はい、出ます。 これでいいだろう。 さすがだな。 地道。 ま、こんなもんだろ。 この感。 ええ、いけるわ。 はい、頑張ります。 僕だって戦える。 ちょっと。 行きやがれ。害なすものは除くだけだ。 ありがとうございます。
この体に。運がなかったな。負けられないからな。負けるわけにはいかないから、みんなの役に立ってみ。頼りにしている。これが戦いなので。これでいい。少しは。地味。無事に勝てましたか？先生。何か用か。そうか。先生、暇を持て余しているなら手伝ってくれ。温室の花に水を。助かる。一つだけ、そこの一角には。それはダスカーさんの花で、乾燥を好む。水をやりすぎると、それなりにはな。お前には改めて礼を言わせてほしい。士官学校に入学した直後の課外活動でも、これまでの戦いでも、お前は何度も殿下を救ってくれた。感謝している。そうか。
まだ何か話か。では俺はあちらに水をまいてくる。ありがとな。これだけやれば。なるほど、そういう上達してきた。おお、見事なものだな。焦らず戦おう。どうする？切り込むか。そうさ、行けますよ。はい、出ます。うん、行けます。出るぞ。はい、頑張ります。負けられないからな。弱すぎるな。せっ、仕方ないよね。なかなかやるね。
とめてかかってこい。なかなかやりますね。注意してくださいよ。勝算はあった。運がなかったら。いい勝負ができた。このか。手強かったな。理想これ勝算はあった。あ、先生、こんばんは。今、ちょっと時間いいですか？これ、セイロス騎士団の人からお借りした戦術の教本なんですけど、ちょっとわからないところがあるんです。先生、教えてもらえませんか？やった！ありがとうございます！この状況図なんですけど、この騎兵部隊はどうしてあえて不利な森の中に布陣して。なるほど！おかげですっきりしました！さすが！先生は教え方がうまいんですね。やっぱり先生に聞いて正解でした。私、勉強というか新しいことを学ぶのが大好きなんです。だからこの士官学校に来て魔法に
戦術に武術にいろいろ学べて、今まで生きてきた中で一番に充実してるんです。あ、実はこの後も書庫で調べ物をして、魔法の練習をして、それから剣術の、私昔から何もしないでいるのがあんまり得意じゃなくって。そう、例えばお休みの日の朝にはお掃除しないと落ち着かないみたいな。よかった、分かってもらえて。あんまり分かってくれる人がいなくて。ね、それでそれで、あ、大変、私今日料理当番の日だったのすっかり忘れてた。先生、それじゃあ私行きますね。いろいろありがとうございました。あ、なんでこんなとこに樽が。感謝する。よくやってくれた、感謝する。